海老名、海老名ウォーク、海老名ウォークじゃねえや、海老名サービスエリアですね。はい、来ました今。ビッグバン、キックボクシング、ビッグバン工業、キックボクシング工業に、向かってる途中なんですけど、海老名サービスエリアに寄りたくて、日曜日だからめちゃくちゃ混んでおりますね。で、これなんで、今回し始めたのかというと、サービスエリアの方で取らせてもらう人がいないかなというような形で今歩いております。で、突撃取材みたいな感じでちょっとしていきたいなというふうに思っているわけです。さて今、こちら東京方面あたりの出口の手前のバイク置き場になんかすごい、バイクが止まっていたのでお声掛けさせてもらったんです。すいません、ちょっといいですか？申し訳ございません。これ CBX って書いてあるんですか？これ CBX なんですか？大型じゃん。この CBX 何 CC なんですか？1000cc。 え、自分 CBX 乗ってるんですよ。これ自分初めて見ました。え、珍しくないですか？はい、あ、人気がない。自分のやつは確か40年ぐらい前の CBX ですね。こちらも400F です。はい、そう、人気のあるやつです。CBX 仕様の何かをつけたのかなと思ったら、これ CBX なんですか？600エンジン。何年前のバイクなんですか、こちらは？35年前。あ、そっか、じゃあ自分が今乗ってる 400cc が出た5年後にぐらいに出てる。あ、そうなんですか。いつ頃から乗られてる感じなんですか？あ、4年ぐらい。ということは、まだ4年前っていうことはまだ上がってない頃ですね。いくらで買われたのかって聞いたのかですか？あ、100万ちょうどぐらいで。ほう、それで今だとしたらちょっと上がってる感じになります。そうですね。いくらぐらいになってる感じですかね？200万。あ、でもやっぱり上がってるんですね、それは。え、しかも風防とかも最初からついてたんですか？あ、そうなんですね。昔なんかボソボソとかやってらった感じですか？毒物って大丈夫ですか？物、毒物って、自分は呼んでたんですけど、はい、なんて物呼んだりします？ロングブーツ。ロングブーツ。失礼いたしました。え、顔とか映したらまずいですか？わかりました。ほぼノーマルで、あとなんか変わったものだとしたら、あ、あれか、羽とかですよね。羽もそのままついてたのか、それともその後につけたのか。あ、後からつけた。マーシャルとかもそうですか？ライトも。おお。あ、そうなんですか。それでいじってってみたいな。え、ちなみにちょっと失礼だったんですけど、おいくつですか？え、じゃあ、自分今41なんですよ。邪魔読んでって言ったらもう60ぐらいってことですか？いや、そんな感じじゃないですよね。でも見た目の感じだったとすると、え、あ、本当ですか。え、じゃあその頃に流行った、バイクを乗ってた、乗りたくなったとか、そんな感じなんですか？あ、お名前なんて言うんですか？まずですか？わかりました。演歌乗られてた、バイクとかなんですか、昔に？いや、昔から、あ、FX 乗ってられたんですか？400ですか？うわ、その時っていうか今もやばいですよね、 FX。 やばいと思いますね。だってもう300とか400とかって結構あったりしますよね。でも昔のやっぱ旧車が好きな感じですか？旧車の方が実は楽しいし。あ、そういう感じなんですね。あ、いじるのもする感じで。あ、お、さすがです。自分なんか全く自分いじれなくて、ただ乗ってるだけで壊れちゃったらもうバイク屋さんにお願いするパターンなんで。バイク屋さんなんですけど。あ、そうなんですか。単純な、いじれるところは自分でいじって。え、キャブのオーバーホールとかそういう感じとかですか？あ、本当ですか。おー、やっぱ自分も本当に全くできないんですけど。マフラーとかはなんか変わったりしてるんですか？田辺って書いてあります。ダンガーニっていうマフラーなんですか？田辺って書いてあるのは何ですか？あ、そういう感じなんですね。このステッカーは何でしょう？これはですね、A、あ、そうなんですね。鈴木林業っていうところの。おお、いや、なんか自分 CBX を乗ってて全然乗ってるけど詳しくないんですよ。で、なんか今 CBX じゃない、なんか見た目の CBX の感じがあんまりなんかしなかったもんなんで、ちょっと気になっちゃって。タンクも結構でかいですもんね。だって、あ、これは 1000cc だからか。今どっからどこから来られたんですか？今
川口港の方に厚リング行ってて、で今から帰り、あ、千葉に帰るんですね。あ、そうなんですね。君も今から後楽園ホール行くんで一緒なんですけど、その方向性としては。どうもすいません、お名前も聞けなかったんですけど、ちょっとダディーなお父様でありがとうございました。いや、今ちょうど CBX、1000cc の CBX を撮らせてもらった後に他の方から声かけてくれて、和樹くんとのそのなんだろうな、三文芝居をしたヤンキーチャンネルの動画を見てくれたみたいでね、声かけてくれました。ステッカーを差し上げましたよ。こうやって撮ったりしてるとね、自分がなんかやってる 人なんだろうなみたいな感じで多分見てくれてると思うんで、声かけてくれる率が上がりますね。こんな撮影しながら歩いてる人って多分結構少ないですから、はい。ちょっとこれ回しながら行きましょうか。もうパンパンですよ、ほんとすげえ混み合ってますね。サービスエリア、これ上りなんですけど、下りの方が多分有名なのかな。メロンパンが売ってるので有名だと思うんですけど、こっちもメロンパン売ってるのかな。なんか桃で並んでる、桃なんだろう、特売1パック500円だから安いのかな。これ何年こんなに並んでるんですか。今日初めて思い出した。初詣ってことに並んでる。山梨から、うん、さてこちら今バイクの置き場があるんですけど、旧車さんとかいないですかね。いたらお声掛けさせてもらいたいなとは思うんですけどね。わかんない。お、見て、すごい。お兄さん、お兄さん、お兄さん、ちょっと撮らせてもらったらまずいですか。いいですか。お兄さん、ありがとうございます。 GS ですね。めっちゃかっこいいですね。え、どっから来られたんですか。どっから来られたんですか。横浜から。今どこ行かれるんですか。いや、今帰ってるところです。あ、帰ってる。オートジャンボリーっていう。あ、オートジャンボリー行ってたんですか。もう終わったんですね。あ、そうなんですね、はい、うわめっちゃかっこいいじゃないですか。チームの名前はなんて言うんですか。ヘルズさんですか。お名前なんて言うんですか。ハバジさん。まだ若い、23歳ぐらいですか。あ、そうですか。いや、当たりました。いや、24。20、あ、ほぼ当たりですね。すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。今シュンタって言ってくれました。今開いたんですか。マジですか。嬉しい、ありがとうございます。ジャンボリ行かれてたんですか。あ、皆さんここら辺にいられる方ってジャンボリの方多い感じですかね。単体で帰ってきたんで。あ、単体で帰ってきた。はい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 。え、どっかのチームかなんかに入られてる感じなんですか。高校生なんで。あ、そうなんですね。秘密です。これ秘密の15歳。15歳。15歳ってだって免許取れないでしょ。まだです。後ろに乗ってる感じですよね。そうそう。ああ、そういうことね。無免で乗ってるの思いっきりこれアップしようかなと思っちゃったから。あ、お名前なんて言うんですか。ひなたくん。後ろに乗ってる感じですよね。乗ってきたんですよね。前に乗ってられた方は、どんなつながりなんですか。親戚のおじです。あ、おじ、あ、何乗ってられるんですか。え、どうですか。バブスリー。うわ、バブスリー。うわ、すごい。自分あれなんですよ、シベックス乗ってるんですよ。まあいいですか。で、自分シベックスとサンパチとバブスリが今一番乗りたいやつで、もうシベックス乗ってるから次に乗りたいのがサンパチか、バブスリなんですよ。バブスリめちゃめちゃしかも綺麗じゃないですか。うわ、いつ買われたんですか。だいぶ昔。え、でもめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあ、綺麗。ずっと仕上げてるから。しかもあれですか、ナンバーって大丈夫ですか。大丈夫です。あ、ナンバーってこれやられ仕様というか、そのわざとこうやって仕様にしてる感じですか。そうですね。あ、やっぱそうなんだ。え、でもあれじゃないですか、磨いてると黄色になっちゃいます。あ、磨いてるとなっちゃう。あ、なんか押す、あ、なんか格闘技やってますね。ちょっと本当に押すしかできないです。バブ押す。あ、それなんですか。ちょっと見せてください、今のステッカー。だからオスなんですね。だからうまく使ってもらえばいいんですか。わかりました、わかりました。じゃあ顔、自分はちょっと、じゃあモザイクはかけさせてもらいます。はいはい。でも、何もう、ひなたくんで、あ、じゃあ空手やってるんですか。いや、もともとやってて。うんうん。あとやめちゃった。やめちゃって、でボクシングもやってたんですけど、うん、遊びに行っちゃって、遊びが楽しくて、遊び楽しすぎて
マジか。あ、なんですかこのマフラー。なんていうマフラーですか。セレクト。セレクトシミデーション。セレクト感です。セレクト感、ちょっと音とか使ってもらっていいですか。へえー。いや、しかもめちゃくちゃ綺麗、やば。あ、あ、切った。髪を見てきちゃった。どこに置いてくるんですか。あ、そうですね。オスというのは自分もなんか谷山ジムっていうところにそういうキックボクシングやってるんですけど、まあオスオス言ってるんですけど、そのオスオスですよね。一緒ですね。オスつながり。オスつながりですよね。マフラーでもこれ芯詰まってるからそんな音は出ないです。やばい、めっちゃかっこいい。オスもうやめたんでしょ。もうやめた。バブスリ感すごい。しかもちょっと吸う感じなんですね。吸っちゃうんですよね。あ、吸っちゃう感じ。あ、そうなんすか。ちょっと吸っちゃうんで。あ、吸うのがやっぱり嫌だ。バブだから、まあ吐き気だから。そうっすよね。スーパーフォークスリーのエンジンは。あ、スーパーフォークスリーのエンジンって吸っちゃう傾向にある感じですか。ですね。そうか。いや、むちゃくちゃかっけえ。オスすごいっすね。やばい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 。ステッカーが欲しい。あ、ステッカー差し上げますよ。いいっすか。したらちょうどいいわ。え、マジで。マジですか。いや、差し上げます。ウェイ、あざす。どこに貼ってくれますか。ここですか。ケリー入れた方がいいですね。それじゃもうだってそこで1回貼ったらだってもう使えなくなっちゃうじゃん。本当にどこ貼ってくれる。でもバイク持ってないんだよね。今貼っちゃいましょうこれ。あ、本当に。わ、いや、ちょっとぜひ。いや、全然なんか貼りたいところに貼っていただけたら嬉しいですけど。いいんですか。これ自分のやつですか。これは自分のやつ。あ、本当に。あ、でもあれか、まだ今無免だから、免許来年取って。もう今年の9月、そろそろ。あ、そうなんだ。また金貯めないといけないんですけど。あ、そういうことか。どんどんお金が遊びの方に。ちなみに何でお金使ったりするの。普通にみんなと飯とか、うん、飯食ったり飲み行ったりみたいな。あ、飲みちゃう。そうですじゃないよ。危ない先生。しかもこれなんですか。服。これミスティのつなぎっすね、一応。あ、一応いじるっていう。あ、そうなんですか。あー、設定できてるけど いじったりはできない。そうぐらいから全部いじらしてる。あ、そうなんすか。え、ちょっと待って、息子さん。あ、あと、おいっ子なんすよ。あ、そうか、そうそうそう、おいっ子さん、ごめんなさい。そっかそっかそっか、それをからずっと縛られて。別に自分好きじゃないのに。そういうことね。あ、でも好きになっちゃったらいいじゃん。もうめっちゃ好きですね。バイト以上やってみるやつ。4年前に買った時は、4年前はいくらで買ったんすか。4年前じゃないですか、15年とかも。え、あ、そうだ、それはごめんなさい、さっき喋った方が4年前です。すいません。15年前に買って、その時はじゃあいくらですか。フレームとエンジンで、ほう、でも50万しないで。あ、フレームとエンジンだけ。あ、で、そこからどんどんそうですね、タンクとか元々持ってたんで、他にも 何種類か。あ、そんなにじゃあ結構技術とか、うん、まあ、よりすぐりなのをちょっと探してっていうか、取っといたやつを、はい、最終的に乗せて、ほう、まあ、カラーも変えてとか。今か、そういうことですか。今これっていくらぐらいで売れると思います。300くらいいけそうじゃないですか。どうすか。どうですかね。200から300は。好きな人は。そうっすよね。売る気は全くない。ないですね。全くない。え、じゃあ、あの、甥っ子に譲ったりするんですか。自分で買ってます。GS が欲しいんで。あ、GS が欲しいんだ。今 GS 派で、すごい。最初 CBX 好きで。あ、そうなんだ。俺 CBX 乗ってるよ。本当ですか。うん。いや、もしあれだったらヤンキーちゃんの見てやってよ。そういうことね。お店で CBX 混ざってて、うん、なんか違うなみたいな。うんうんうん。隣に GS あって、うん、あ、これや。あ、そうなんだ。それがピンときた。音聞かせてもらって、うん。でんでっつって。あ、これ。絶対これ買う。そういうことね。でも金貯めないと、今高いから。まずい。ね。いや、使ってる場合じゃないよ、そんな。ね、飯とか飲みとかでね。飯じゃないですよ。貯めてくれ。すげえな、メッキとかも。あ、しかもなんかマフラーも、なんですか、これ。なんすかこれは。熱を熱くなっちゃうから。でもあんま関係ないけど、ええ、見た目です。見た目か。見た目で。これはアルファホーンですか。ピッてやってもらっていいですか。おお、かっけえ。なんか単車とか旧車とかでこういうアルファホーンとかつけてる人とかっているんですか。結構いいんじゃないですか。結構いるんだ。なんすかこれ。あ、すげえ。なんかめっちゃ、あと後ろストロボと、こっち下もストロボになってますし、後ろもストロボになってます。あ、本当だ。こっちが。すげえ。うわ、すげえすげえすげえ。まあ確かにそうだよね。今おいくつですか。40ちょっと。40ちょっとじゃないじゃないですか。40ちょっとだとしたら50手前じゃないじゃん。そうっす。
年上ですもんね。ちょっとだけ上ですかね。あ、でも若いですよね。スポーツやってるんだ。あ、そうか。あ、それ多分ありますよね。自分結構若く見られるんですけど、そこの格闘技の感じもあるかもしれないですね。わかりました。ありがとうございました。すいません。ちょっとお声掛けさせてもらいまして。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。